ガバテイン。ガバテイン。ここから降りてきたんだよね。とりあえず、ちょっと、アイテム等を確認して。あれ、まだ下あんの？下あると言ったな。そいつは嘘だ。じゃあ、ここから行きますか。ほら、どいとどいと任せるね。オイラの番。いける？お手本、見せてあげる。飛んでけ。えい、ハートトリュフ。いいとこ。あ、ね、帰ってきた。当たれ。やっ、ほい。これ氷だったよね。でもね、あのこれ使わんとあかんので、ね、協力してこい。任せた。仕方ないな。ユフィユフィシュシュシュ威ってる。じゃあユフィだ。ユフィを殴れ。やっマジ700700いいね。1000ぐらいまで減らしたい。届けよっ。ユフィピンチまで。よかった。自ら当たりに行く。どうだ。それ。や。どうだ。よしよし。はいはい。生命の鼓動。願い届いて。交代。おお。お前死ぬんか。この程度ビシッとね。お仕置きた。代わりにお前が死ぬんか。びっくりした。ここで決めよう。いただきます。おお、そうか。逃がさないよ。アリス、あかん。エアリスが死んでもた。そっか、早く覚えて次行きたいね。あーでも1回でゲージほぼマックスに溜まったね。あの基本的にこのゲームで最後まで生き残るのはバレットなんでね。エアリスじゃないんやわ。祈ろう。全然溜まってねえな。あ、さすがに届かんぞあれ。あれもかな。あ、全然足んないね。こんなのであれいけるとは思えない。どっか取り忘れてんのかな。まあまあちょっと行ってみますか。はい、そっち、あっちは無理だろ。こっちならいけるか。なんか結構溜まってんじゃん初めから。こっち直して、こっちに行ってきて、溜めて逆側。あ、こっちもある。順番間違えたらクリアできないとか、そんなひどいことは。精神エネルギーが必要だね。全部にまんべんなくちょっとずつ使っていくと、どこも直せずに積むとか、そんなひどいことはないよね。お、エリクサ。まあ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 、通常ドロップアイテムの最高ドロップは多分エリクサだと思うんで。でも、どうせエリクサー使えねえし。ラストエリクサー症候群。ダクソやっててもエッソしか使えないみたいなね。
次はこれを。最終的にさっき取れなかった宝箱取れるようになる。あ、そっちも。おっと、新しいところ。これを直すと最後かな。星の力、案内ね、もっと集めないと。エアリスがバフされるって言うけど、エアリスのゲージが溜まった状態で敵と戦うことなんかほとんどねえじゃん。おっと、初めてじゃん。任せて、頑張って。ジュール、バンバン。よっ、ヘヘ。ビシッとね。いいとこ見せな。雷。ここは手堅く飛んでけ。え。やばそうなビーム。連打しちゃったから他のとこ何も見えんかったけど。ビリビリ。ビリビリ。行くよ。よっと。なんだな。協力してこ。オイラの番ね。しびれる？よっ。よし。出れそう？仕方ないにゃ。よっと。どうだ。ユフィユ、雷のチェンジ。稲妻の術。はい。ビシッとね。でも結構ブロックされてる。お手の私の出番。それ。はい。ほい、そこから狙い。これは頑張る。任せなさい。エアリスにはね、もう一度死んでもらいます。出られる？いいとこ見せなきゃ。フェイドが変わったタイミングで。行くけ。はい、ハーブをたまんない。そっちは大丈夫。見てて。星の鼓動を聞いて。そこだ。上がんな、死んでまうな。さっきもこれ覚えさせるの。やっちゃおう。そう、こなさくちゃ。トンベリのようにトン。いや、私ってば強すぎ。いや、ギャルが。まあもう覚えたんで、この欠陥アイテムっぽいしようぜ、ぽい。いらねえんだよ、こんな欠陥アイテムよ。そんなパラメーターも高くねえくせによ。ただ、これね、ここの効果で、全滅攻撃を食らっても一回だけ位置で耐えるから、これ使ってゲージに溜めてて、あれ使えば全員復活させれるっていう、多分、そういう使い方するんだろうけど、まあまあまあ、通常の死なない戦闘ではいらないかなっていう感じだね。ミント技強化ダメージ、ミント技攻撃じゃねえしな。ここで0でね、1で耐えれるやつ欲しいよね。まあないかな。魔法陣の出現時間 25% 結構長くないですか。よし、レッド13くんは、お、覚えてるじゃん。とりあえずね、せっかくなんでね、このルナティックハイを覚えさせてしまいましょう。全然ゲージ溜まってないで、なんかめんどくせえな。イフィは全部覚えている。 OK。 お、この部屋にも溜まっているじゃないか。祈れー、みんな祈れー。おー、一気に。あ、マデリアマンジュ。壊したところにあるゲージは大したことないな。まあ、少ないゲージでも集めていかないと。足りなくなったら嫌だからね。
で、溜まった状態で、戦えば。よっ、いけそうかな。よーし、いける。お手本見せてあげる。はい、協力してこんな。いけるよ。レッドサーチューンがカエルになってもか。頑張るね。よっ、うわぁ、私の出番。これは鬱陶しい。聖なる魔法使って絡ん備えて、ここ振りたら勝ち。初めての敵いるじゃん。行く、やめて、一気に。ほっ、決めちゃおう。治ってないでね。このまま決めよう。えい、うん、当たれ。やっ、それ交代。なんだ、はいはい。おっ、ウィシュメルゼさん、まだ一回も見破ってないで、見破りたい。任せるね、吹雪いて。なんとかなった。ATB バーストがマックスになったかな。よし、まあどうせ全部復活させるんでね、もう一回ぐらい出てね、下旬なんとかさん。両方いけそうやね、十分。ちょっと待って、いけへんなこれ。先こっちにする。ゲージ溜まってる方がやはり強くなれるんで、こっちの戦闘をやってからの方がいいかな。ん、横から、うわぁ、協力してこ。オーヤの番に任せた。任せなさい。ダメ、氷倒した。任せたよ、私の出番。おっ、やっ、いけそうかな。任せて、ガラガラガラ、攻めるくらい。よし、これ行くよ。どうだ、よかった。リベンジモード中に、あれ、はいはい。今リベンジモード中のはずなんだけど、ルナティック入る。使えない、わかんねえ。オイラの勝ち。あ、誰のもんだ。失敗しました。特殊攻撃してくるやつには合わないね。治療が欲しくなってくる。よっ、それ、ほっ、どうだ。どうだ、待ってか。吸い込める範囲ちょっと短すぎひん。同じ部屋だったらどっからでもまとめて吸い込むぐらいの吸引力はないんですかね。ダイソンじゃないんですかね。吸引力のね、らない唯一の掃除機はございませんか。ということで、ここ直したけど、これ吸収するためだけの、
多分クリアはあっちなんで。行く？行くよね。行ってよ。行ってよ。行ってよ。ライフストリームを探そう。まさか足んねえ。妖怪値足りないぐらい足んねえ。今祈るって出た。危なかった。あれ、あ、全部帰ってきたのか。なるほどね。じゃあちょっと足んないよね。どうしよう。一番初めに仕様を理解してなかったから無視したところが戻ればあるかもね。あった、お前だ。これで足りるやろ。はあ、寝れば寝るほどライフストリームが溜まってね。でででで、でー、あー、すごいすごい近寄ってきた。お、これ最初のあそこにアイテムつながってんじゃない。いくぞー。あー、キャンセルしないとやめないいつまでたっても動き出さねえなって思ってた。敵いるな。飛んでけ、それ交代。よーし、行くぞ。へっへっ、そんなもん任せた。準備万端。お手並み頑張れ。協力してこ。そこだ。よっ、捕らえた。ほい、ほい、ほい、やるぞ。やるぜ。食べたいんだ。かい。全然リベンジゲージがたまらないんじゃないか。こっち狙って。犬狙って、犬狙って。全然狙わへんからリベンジがたまらへん。よし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 。これで。リベンジモード中にだけ使えるルナティックハイ。よろしくね。任せなさい。いいとこ見せなきゃ。祈りは雪だ。いいや。冷たいよ。や、見てて。ほい、いけそうかな。見てて、出るぞ。準備万端。それ。シュシュシュ。あれ、祈りレッドハーツ。いや、めんどくさいんで、ギャルが全体化。はいはい、そっちは大丈夫。やったい、いくぞ。頑張って。任せなさい。やっ、こいつ当たれ。次はそっち。一目だ。待てねー。くらえ。やっ、よっ、くしゃ。まだまだ。やっ、よし、止めて。はいはい、やってるぞ。ちょ、パンパンパン。はい、全然回復よね。はい、それお任せあれ。よし、よっと、勝ち。よっ、ヤリス、ちょっとアスキー。体が悪くなったね。回復が、さあ、ここが上のね、
宝箱までつながっといてくれたらいいんですが、まあどうせエリクサーだと思うんだけどね。ほら、これだ。あれ？またセトラの腕輪だ。2個目？違う、セトラの腕輪。あれだね。スロット0の代わりに守備力が高い、魔法防御型の方だ。物理防御型と魔法防御型が来たけど。でも誤差だよね。5増えるだけで スロット0はちょっとね。こんなん使わねえよって。で、これ足りる？もう、貯めれるとこないよ。この下にあるとか。ちょっとあるか。違う？光ってるけど。まあこれがラストでしょう。足りそうやな。よし。あら。あ。すっごーい。これがセトラの民の力なんやなって。ああ、だるかった。ああ、エアリス、くっちゃくた。ちょっと休んだ方がいいかもね。そうそう。お姉様だけの頼りなんだから。一緒に休もう。地べただけだ。じゃあ、レッドサーティン、ちょっとだけ。椅子になれ。閉じ込められちゃった。どうしよっか。くそ。お、あいつ、エグラックさん。なんだ、どうなってる。お、開いてんじゃん。落ち着かねえ場所だな。でも道ができたね。ああ、星に帰っていく。あれ、え、モンスターにカエルになっちゃった。今度は何だよ。モンスターになった。なんだろうが倒す。道がないよりずっといい。お、来た来た。うわ、もうこれでもあれだよね、メンバー変わったからさ、あのこっちのメインメンバーたちの装備をさ全部向こうにパクってたら、昔じゃマテリアなしで戦わなきゃいけない可能性あるんだけど。連携しよう。頼られちゃうな。気合い入れてけ。さあ行くよ。それまだまだ。このまま行くよ。終わらせる。ここで決めよう。今がチャンス。おう。今よ。もう制限抜き終わったっけ？終わってるな。全部終わってんな。繋いでいこう。任せ。行った。行こう。クラウドの祈りのところ、別に祈りである必要ないんで、なんか適当なやつつけとこっか。パワー。時代はヒットポイントアップなんですかね。このままだとヒットポイントアップが4にならずに終わりそうだね。
さあね、レベル上げってどこですればいいんですかね。次の分岐だ。こんな時でもね、割引販売を忘れない。あっとアイテム欄が99個になって買うことすらできなくなった。ギガポーション作るか。メガポーション材料じゃねえのか。じゃあミックスメガポーションを作ろっか。ミックスメガポーションの、ミックスじゃない、ミストメガポーションの効果は仲間全員1500、まあ十分使い物になるね。あれかな、あのガソリンを入れるのが安かったから、でもガソリンがいっぱいだったから意味もなくドライブしてガソリンを減らして給油したみたいな状況かな今。そこまでアホではないと信じたい。10と体力等は、減ってるけど、わざわざ座るほどでもないね。でもここあるってことはボス戦の可能性あるからね、セーブだけはしておこうか。さあ、またこっちのメンバーに変わったね。